はい、お疲れ様です。マピーです。前回マナグリ使ってボッコボコにされたんで、今からわらしべで飼っていきます。よろしくお願いします。はい、もう環境調査みたいなところもあるんですけど、初っ端から紙タン使ってまずは一生をもぎ取りたい。お願いします。マナグリ今日の補正きつかったわ。さっき動画撮ってたけど、はい、勝ちますよ。で、例によってね、俺は動画投稿頻度をね、今月も上げていくつもりなんで、もうノーカットでやらせてもらいますよ。あ、任せてください。ちょっと一回水飲まして。うん、ちょっと喋りすぎた。よいしょ。ちょっとさっきサウナでね、汗流してきたんでね、しっかり水分補給しながら、そしてやってくるのはメルベイユルと。おい、マナグリ使ってる時に来てくれよって感じなんですけど、それでも勝てなかったりするんで、マナグリ使ってもね、なんで関係ないですよね。ということで、俺が今から神タンの何たるかというか、もう神タンをやっていきます。はい、神タン分からせます。なんか今日の補正のメルベっていうか、さっき俺は思ったんだけど、マジでデバフ多かったんで、もう初手フェイルノートいきますわ。で、逆にこれ余ったバリアでダメージ出したるわ。やってやろうじゃねえな。今日の補正の神タンの火力をなめんじゃねえぞ。俺も麦であれしてやるからな。さあ、これはバリアは余っていかない。まあだったらフェイルノートはあれですね、もう十分火力というか、仕事してくれたし、ブチャラって引いてくんで OK です。メルベとキキョウ姫ね、了解。もうあんなに負けたからにはね、もうしっかりポイントし、もう俺は盛りたいんで、言うてもね、別にポイント盛りたいっていう気持ちね、めっちゃあるわけとかじゃないんですけど、まあシンプルにあんだけしばかれたのはね、ちょっと俺も面目も立たないことで黙ってられないってことで、やっていくぜ。別に潰れても困る面目でもないんですけどね、潰れて困る面目なら懐にでもしまっときなさいやって海軍大将の藤虎は言ってました。覚えてる。このセリフだけ覚えてる。俺、藤虎のセリフ全然覚えてないけど、このセリフだけ覚えてるわ。赤犬になんか、なんか、あれ、でんでん虫越しに口喧嘩したのところだけ覚えてる。他のセリフほとんど覚えてない。おっと、このマナゴマうぜえ。さやかかどうか知らんけど、ミューズ張りてえな。どうしよっかな。左から打ってきたんか。さやかだとしたら F3 のタイミングでも打とうと思えば打てるよな。コンボ封印が来るとまずいのか。まあね、これ一応ミューズいきますわ。おお、なるほど。でもそこに踏みは多分置いてこないんで、踏みではないと思いますね。多分ね。で、取ってきたとしたら、どうしよっかな。コンボ封印来ちゃったー。オーマイグッネース。まあでもしょうがない。大丈夫です。任せてください。ここからまだ勝てます。俺結構 HP あるんでね。出が引いてく。あの穴ごま回収しますか。まあでもミューズ打って結果的にここ取らせたんなら上等ですよ。うい。はい、回収していく。で、これで、俺の F6 にピリカを受け、置けたので、めっちゃ噛んだな、今。F4 に当てるのはありかもしれん。そしたら、どうせ残るんで。リーニー。ロック打たれてないけど、プティーというか、この麦とかのバフで割と十分感あるな。ロック打つ場合は、相手その先で飛ばせないと意味がない。あ、これ、このラムショット素晴らしいですね。レッツゴーラムショット。レッツゴーベイビー。次、デガで飛ばせるけども、ロックとか打たれたら遅延されるね。ただ、ロックのその先へ行くぞ、俺は。その先へ、叩いていくから、任しておいてください。ケラボのコモ2000でしょ。いけるいける。ロックされてもなお、俺耐えるんだ。ダブルロックは知らん。マンドラゴラとかあったりするか。ムラマサー。でもそれ4枚返しですね。いや、あ、いや、なんだろう、5枚返しだ。行くしかないな。乗るしかねえ、このビッグウェーブに。さすが神タンだよな。レベルの高い合格点火力をオールウェイズ出してくれる。くらえー。ワールドエンダー。 OK。この動画が出てる頃にはどんな情報が発せられているのか、俺は明日の、公開設定ね、ちょっと早めにしようかなと思ってます。やっぱ採点もあるし。ただ明日てか、ね、この動画が出てる頃には何時頃かちょっと分かりませんけど、早めようかなとか勝手に思ってます。やっぱね、採点あるんでね、採点を集中してみるために自分の動画見てくださってる方とどっちを見ようかってなった時に連続して見れるように、そう、明日はよろしくお願いします。自分の動画を見て、その後、採点を見るんだ。オセロニア漬けになっちゃおうぜ、一日中な。さあ、神タン来ましたね。今、この、ちょっと待ってください。わらしべ忘れてた。おい、おい、わらしべ忘れてた。
やっちまった、まずい、まずい、まずい、何やってんの、何やってんの俺。あ、でも待ってください、あの安心してください、このデッキね、多分ね俺のデッキとほとんど変わらないってことは、あの実質これは総裁です。相手のデッキね多分俺と同じだと思う。まあ違うとこあるとしたら紙振りが入ってるかどうかでしょ。つまりさっきのメルベを次の試合に持ってくれば、あのもう満タイです、大丈夫です、まあ、任せてください。次の試合に持っていきます。ほらみー、どうせミューズ入ってんやから、ほらね、ほらミューズ入ってるんで、今回俺もリンガト入れてるんですけど、リンガトというか何やお前、ディガンマか。さあ麦出したろ。これは相手仕打ちなんで3手目 X 強いですよ。お互い結構引き強いな。ミューズにプティ引いてんのか。俺は麦とフィールノート引いてる。ピリカ、ミューズからのバフ乗っけるキャラとしてはピリカは少し低めなんで、もしかしたら今 S アタッカー持ってないかもな。多分エンデが持ってて、ミューズ X にしぶしぶ置いたって感じじゃないかな。さあ当たってるんでしょうか、僕の読みは。どうするこのフェイルノートに対して。 D5 打つにしても2手先 D6 が強いね。か C1 で勝負かきに行くのもありかもしれん、コンボ2倍の駒とか引いたら。どうする、おお取ってく、 OK。 でもそれコンボあんま火力出てないな。相手のキャラが一枚好きか、珍しいな。ピリカ相手キャラ依存で火力出すんだ。あれウンディのコンボとか、そうか。これね、ブラダマンテ出して、その後シェムキリ貼ってさ、回復しながらでいいんじゃねえの。焦らず行こうぜ。大丈夫大丈夫。次、シェム行きます。回復しながらね。おい、そっちもシェム出していく。ただ相手ディガンマン見えたんで、これ俺のペースに持ってきてえな。ピリカ引いてく。やっぱりな。デッキほとんど変わんねえ。ワンチャン今右下 X でもよかったな。シェムケリコンボ発動しないんだよね、今のタイミング。右下 X もありだったな。いや、ありだったな。まあでもいっか。これ B1、B3 打たれたら B1 とかもありかな。おっと、守護はだるいな。守護だるいね。これ B1。いや、待てよ。ちょ、考える。B4 ミューズは取られるか。あと F5 がだるいな。でも取られてもいいな。F5 だるいか。いや、D2 で濁せるか。いや、これ B4 ミューズいきますわ。別にこれ取られていいっすわ。D6 通るし、俺が A4 打てば相手 F3 しかどうせ残らないから、これいきますわ。今、シェムキリ引いてるんで。で、F3、F5 打つ場合は、もう D2 で飛ばしに行ける気がする。ラムシュットで。これ勝負かけますわ。相手もリンガットとシェムキリ切ってるんで、さすがに防御札ないはず。フェイルノート切ったっけ？ちょっと待って、フェイルノートわかんない。まあでも大丈夫でしょう。OK。行くぜ。ラムシュットくん。さあ、ディガンマンも引けますが、もう出番はないのかもしれない。これ、1万1000の。あ、OK、いけるね。ナイスー、19,500ぐらい出まーす。いってらっしゃーい。ナイスー、あ、21,600出た。なんでこんな出たんだ。そっか、3枚が、え、あれ、なんでこんな出たんだっけ。ちょっとわかんない。俺、計算式間違えてる、多分。あ、そっか、え、 6.、あれ、6.5 倍じゃなかったっけ、3枚がして。あ、ちゃうわ。7.2 倍だ。俺、6.5 倍で考えてた。なんでなんで、あ、あの、今、総裁です。あの、ほとんど、もう、出来一緒なの分かったでしょ、今の。総裁。今からが本当のわらしべシーズンマッチよ。ここからが、本気のわらしべシーズンマッチだ。もはや、わらしべをすることすら忘れてしまうのは、ちょっとまずいかもしれんけどね。俺の記憶力は、それほどまでに、ボケてきているということなのか。桔梗姫とサヤカ入ってます。リーに撃たれた。ハデス撃たれたっけ。最後何撃たれた、ルキア、ルキ、んルキア、あれルキアあったっけ。え、最後何撃たれたっけ。ホワイトアルカード、あ、ちゃうわ、村正や、村正撃たれたってなった場合、マモン村正どこにしとく。ハデスさすがに入れていいよな。ちょっと火力が心配だけど大丈夫かな、これでいっか。うん、漏れないはず。任せろ。俺はもう漏らさないって決めたんだ。失礼だな。耐久だよ。
もしかしておこつぐさんですか。女たらしが、失礼だろ、耐久ちゃうやんけ。神たんやないかい。行こっか、任せろ。マナグリよりは勝率とあると思うわ。はい、失礼だろ。あのおっこつくんのねセリフはね、花にも蝶にも手帳に扱えみたいなセリフが好き。リカに言ったやつ。なんでお前だけずるいずるいってリカがなんかあのごね始めて、そのごねに対してそれたちは大切な大切な人たちなんだ、大切な人たちなんだ、花よりも蝶よりも丁重に扱えみたいなこと言ったのが好き。呪術廻戦コラボ来ないかな、どうだろう。ミューズ打たれちゃったね。さやかカモン。はい、リニーか。俺はマイティを使ってお前の火力を返してやるぜって言いたいところだけど、不利な状況に変わりはない。このデッキ6入ってたっけ、入ってたか1枚ぐらい知らんけど。入っててほしい。まあまあまあ3000火力出せるのは強い。ただきちい、そこの2倍コンボなんかいけ。うわー、もうこれいくわ。 B1 に果たして火力が足りるのか。気合でなんとかするしかない。ういうい、ベロヘル頑張ろう。ハデスとか置きたかったな、できれば。コンボ2倍は、うわ S5マ3枚目、これまずいな。ちょマジハデス欲しい。アイシャは強いけど、これ C に打つと B6 打たれるよね。もう春丸打ってコンボ強い駒置いとくか。今コンボ強い駒置いとかないと多分勝ち筋残せない気がする。ちょっと火力あんま出ないけど、一応 A フィニッシャー2積みなんで、その辺の片方引きつつ、ここ一発火力をちょっと抑えてもろて、 C に打ってから F3 で飛ばしたいな。悩んでる。おい4枚目だって、グロー。え、飛ば、ちょっと待って、それ飛ばせんのはおかしいだろ、ふざけんな。まあでもあれだな、 S 枠俺と一緒だね。今のえぐいな。まあどんまいだな。まあつまり今日の補正は神タンが一番強いってこと。特に変更点ないっすか。初手ピリカだな。変更点なし。あ、あります。乱量王が正月乱量王でした。俺は見逃さなかった。乱量王が正月乱量王だということに。しっかりバージョン違いも用意させてもらってるんだね。何年この動画というか、オセロニアをやってるのか。まあこんだけやっといて紙フェリはまだ持ってないんですけど、まあ、作る気がないだけなんですけどね。たまにマタンじゃないかも。マタンのレナスさんお願いします。ただマタンだとしたらね、メルベだとしたらもう今日マタン、フェリアの話したらフェリア来たわ。はい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 、フェリアね、オッケーオッケー、持ってますよ代わりの駒は。これどうしよう。俺マフェリの代わりさ、一時期パズルで考えてたんだけどさ、でもオーラと盤面に出す駒ってやっぱ結局違うやん。ってなった場合ね、やっぱり結局ね、俺はあいつの力を借りるしかない。そう、大竹丸ありがとうね。今日も大竹丸出番です。ただ大竹丸については神タン対面のこのデバフってのが効くかもしれない、非常に有効かもしれない。さあここコンボ2倍置いときましょう。今日のマフェリは守護マフェリ、あとの S 枠がどうなんだろうな。今の俺の言い方、なんか小学生の時の給食の言い方だった。今日の給食はご飯、牛乳、ミネストローネみたいな。なんか、あ、じゃあご飯出るときはミネストローネ出へんわ。え、ちょっと待って、ラムショットいきますか。さあディガンマプラスマックス。俺が好きだったのは、なんか今日の一口メモです、火薬ご飯、今日の火薬ご飯には
旬な野菜を取り入れた いろんな缶とかのなんとか缶とか入ってます。今日も美味しい食卓をなんとか缶とか、これで給食員からのお知らせを終わりますみたいなやってたわ、小学生の時。俺放送委員だったのね。で給食員の人が来て、給食員のところ そこ読んでもらうんだけど、それまで放送委員で、今日の放送です、今日の放送ですやってた。あと飼育員もやってた。これどうし、あう、これクラリ言っていいっすか。うい、マイティでしたね。まあこうなったらリガンまでよかったくねってなるけど、俺の HP を減らしてね、もうアタッカー1枚でも引けば勝てる状況に持っていくんですよ、こういう時は。最下の可能性も一応あるからね、一応ね。おっと、このタイミングの罠ゴマ、アタッカー引け、もうこの段階で飛ばしちまうぜ。あー、行かなかった。まあほんなら集合行きますか。うい、罠ゴマ発動しない。6打たれても2って耐えれそうだな。飛ばせる駒プリーズ、もう引けば勝ちなんですから。引きゃ勝ちなんやから。初手相手何打ったっけ。やばい、初手何打ったっけ秒が出てきた。毎回そう、相手の初手の駒忘れるんだよな。おい、罠駒何枚目だよ。おい、引くの遅いっていうか引かなすぎだって。ほな、シェムケリ行きますか。カット率こっちの方が高いんで。おい、発動しない。なんだおめえ、発動しないのか。オーラ引いたな。一応次マフェリ取れるけど、レニアドの可能性もあるな。ちょ、アタッカー引こう。これアタッカーじゃない子もあと何入ってるっけ、覚えてない。いやでももうアタッカーしかいないと思う。オッケー、これアタッカーしかいません。任せてください。お願いします。ええ、これレニアドだったら罪なんですけど、でもこのタイミングレニアド打たないよね。ちょ、ほんと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 、これ許して、マジで許してね。嘘でしょ、嘘でしょ。これディガマ構築もしかして敗北。俺エクレルだったら勝ってたやつ、これ金色エクレルだったら。最近のトレンドディガマって聞いたんですけど、ちょお願いします、ちょお願いします、お願いします。これファースト耐えれる、ダブルカット耐えるか。バフォーメット切ったか。いやでもこれ悩んでるから払われないな、マモンとか。うわっ、あぶね、勝ったね。おい、アタッカー引くの遅すぎだろう。うん、アタッカー引くの遅すぎにゃ。さあ、この罠ゴマのチェック、リリティでしたね。 A4 あれ踏みかな、踏みってこと？わかんねえ。でも罠ゴマ3枚入ってるってのはこれだかったね。で、左が発動しなかったんで踏めばよかったな。別に物理で勝てたし踏んでよかったな。お待ちください。これもルシファーを改造します。大竹丸で、ベルグレーでアルカードにしよう。俺覚えてる、アルカードが入ってたことで。バフォメット打たれたな。バフォメット打たれて、でからのリリティ入ってて、マイティと踏み罠あったっぽいな、あの感じ。どうしよっかな。あとアビリシア打たれたんか。うん、ってことはこれロックないのかな。ロックなしにして踏みプルーファ、わかんねえ。でも今日のおせロック入れてえな。神タン絶対当たるっしょ。S フィニッシャー、バフォメット入ってると考えたらイグナザ抜くか。これでいっか。うん、これでいこう。漏れもない、きっと、きっと漏れもない。行きましょう、きっと漏れもないはず。え、待って、漏れあるような気がしてた。初手打った駒がマジで覚えてない。初手何やったっけ、それが漏れの対象になってぞ。ちょっとマジで漏らしたくない。お願いします。はい、うわ、いやこれどっち。え、でもはるまる、あ、はるまる入ってた。ってことは紙、これ耐久だとしたらはるまるで
get away ですね。 get the away ですね。よろしくお願いします。さあ、なんとコンボスキルは1。わかんねえ。いや、わかんねえ、わかんねえ。風車打っとこう。どっちにも対応できるようにしとくわ。どっちかわかんないからね。ただこっちの進行、これ耐久です。はるまる刺さります。ただこれね、あのね、うちの大竹が取られると思うんですよね、あのこの進行。まあいいですよ、取られる前に消し積みにしてやるぜ。 X はるまるとかバフォメットを駆使すればいける気がするな。任しておいてください。ただこれ C に来た後ベルグレーでっていうか、このアルカードかちょっと使えます。 OK。 あ、 D2 か、D に来るんか。じゃあ E1 アルカードになっちゃうか。うん、そっち進行か。あー、アイシェ引いた。良きですね。まあ、一旦打ちましょう。ういえ、ういえ。さあ、このタイミングにおいてはマフェリーの方が絶対強い。火力が。まあ、どのタイミングにおいても基本的にマフェリーの方が強いんですけどね。はい。さあ、これ引きによってはバフォメットを出すことも辞さないですね。リリティエ。リリティエあんま役割ないかもな。適当に切りますか。はい。さあ、この進行久々すぎてあんま覚えてないっていうね。進行ね、あんま覚えてないんだよな、基本的に。オセロニアの。はいはいはい。キュアドロップ。これちょっとなんか、あれだな。回復の駒めっちゃ積極的に切ってきてんな。これ、はるまる警戒されてんな。絶対はるまる警戒されてる。ファースト、これ一応バフォメットコンボ優秀だから残したいな。はいはいはい。進行覚えてねえ。どう打つのが一番良かったのかあんま覚えてないっていう。これ D1 やばかったりしない？大丈夫？フリージャクル。はい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 。はい、これ左上 X でよかったんだっけ。ちょっとあんま覚えてないんだな、マジで。 B4 打つと A4 打たれた後俺が D6 って、あ、 X を潜られるんか。相手 B4 入れないから、これこっち打っちゃうか。なんとなくね、割と別にこれこうした方がいいとかじゃなくて、あのフィーリングで打ってます。多分これでいいと思う。割とフィーリング。こう、はるまるの使い時むずいな。まあそうなるよね。で、はるまると何入ってたんだっけな。ちょっと待てよ、はるまるとバフメットとあと何入れてたんだっけ。マンドラゴラだっけ。待って、マンドラゴラ入ってた気する。まずいな、これ事故るな。ああ、言わんこっちゃない。ほんじゃこれね、アイシェ捨てるか。マンドラゴラ捨てだな。アイシェ捨てます。マンドラ一応コンボスキル呪いで役割あるかも。ただこれあれだな、先行ダメだな、先行ゴミだな。はい。で、どうしよう。これきっつ。マンドラ発動するんか、果たして。こっちか、多分。多分こっち、多分ね。ちょっと合ってるか自信ない。なんかこういう時 X だった気する。違ったら、まあ、ただ負けるだけなんで。これ H きついんだっけ。ちょっとちゃんと覚えてない、本当に。 A4 打ってからでよかったかな。あ、 A4 打ってからでよかったっぽいな。やべべべべ、まずいか。はい、ルキア。よいしょ。ちょっと待って、どうしようかな。考えます考えます。D1 に入れないので、今の段階で。
じゃあルケ打つか一旦。ハルマル使いどきむず。オッケー。で、これちょっとやばくない？俺積んでない？ちょっとよ。ここハルマルな気がするな、割とマジで。うん、一応これで相手打つとこどこ打っても俺どっかの角取れる形なんですけど、マンドラゴラからでよかったかな。これワンチャンマンドラゴラ発動しないかなと思ってんだけど、するかなと思ってんだけど。オッケーオッケーオッケー。でここで俺ワンチャン F2 に当てようかなって思う。あ、でもオーラ切られるな。うぜー、オーラ3枚入ってんのか。うぜー、オーラ3枚入っ、じゃあ 2枚か。 F2 打ってもオーラ切られるんか、えぐ。まあいいや、このヒールちょっとだるいけど、よいしょ、ナイス。いやー、オーラ2枚入ってんか。そりゃそうだよな。くそ、負けそう負けそう。マンドラからちょっと弱いな、こう見ると。F1 打ってくねよ、頼むよ、頼むよ。 OK、 これ、あ、でも結果的にここでオーラ切らした。で A4 あるから、ここアビリシア打って良さそう。F2 きつくね、これ積んでね。ちょっと待って、英語打って、割とマジで積んでる気がする。一応これでシーラー氷結したいけど。え、何、うわー、そんな1枚残ったそいつ氷結して何になるんですか。あ、待って、フルファー打てばよかった。やっべ、忘れた、お前コンボ特殊出るやん。やべー、フルファー打てばよかった、やらかした、やりました。フルカってもよかった。やべ、やっちまった。ブー、やらかした。フルファ打てばよかったんご。やらかした。フルファ先打てばよかった。ミスった。いや、これ負けたな。いや、でももう S あれだな。先行引いた時点で、もう正直死んでるな。くそ。フルファ F5 打てばよかった。でもそれでも多分負けてんな。回復ちょっと追いつけないな。ちょっと大竹の弱いとこ出たな。圧倒的に火力が足らん。うわお、これ完敗です。あーちゃー、もうちょいハルマルも我慢してもよかったかな。でも結局このエルフリーデとか切られて終わるっすね。何やってもどの道負けてたっすね。あー、これ足んないっすわ。オーマイガー。まあ、しかもフルファ切らない意味がなかったな、F5 に。絶対 F5 良かったな。まあ、先行の時点で無理っすね。どんまいっす。あ、マジか。そしてね、マジで秘宝言っていいっすか。何にも駒覚えてない。何も駒覚えてない。デメテルとフリジアと、なんや、弁財天、エルフリーデと、あ、イシス、ありがとう。最後に印象のある駒打ってくれてありがとう。ボコボコにされた。多分これ、盤面進行ミスってんな。あー、まあでもね、いや、ミスってるっていうか、でもあれだな。もう先行は 6×6 は終わるんで、基本的に。で、ハルマルとかでちょっとオセロニアした部分あったからな、途中で。もうちょっと盤面意識すればよかったな。若干ミス、なんかあれですね。無茶したっすね。やっべ、今日全然勝ててねえな。マジか、ガブ耐久いるんか。なんでガブ耐久いるんだ。さっき増えたね、ガブ耐久。ちょっと待ってね、ガブ耐久どうしようかな。やべえ、ガブの素材がねえ、そもそも。これ1から組むしかねえな。1からガブ耐久始めるしかねえ。
ガブリエルで、スキルレベル1だったんだよな、コンボが。いやー、ウサギ撃てばよかった。風車ね、終わるんだよな、分かってたけど。あと最速シーラーザードバカ強えな。回復の供給量ちょっとおかしい、あいつ。ベンザーリーデルでしょ、イシス、イシスと、エルフリーデ。でもちゃんと、あれ待って、エルフリーデ持ってないんだけど、嘘でしょ。あとちゃんとね、あれだな、ハルマル警戒してたのがマジで強かったな。エルフリーデとヌイファヌか。待って。てか A4 当ててよかったな、先に。多分あの俺がなんだっけ、右を X 打つ前に、その後だった説あるな。まあ、そんな変わらんか。エルフリーデ、ファヌエル君。エルフリーデコンボ上がってる？スキルとか上がってない。オーマイガー。じゃあ一旦これで保存して、エルフリーデスキルレベル上げよう。これ勝ちてえな、あんなにボコボコにされたからには。勝ちてえ、勝たせてください。エルフリーデと入ってね。でララノアだ。ララノアとリディとベルト。まあでも大体わかるな。でドライアド、あ待って、大体分かってきた。これもしかして100点いけるかもしれん。ドライアドとなんだっけあいつ、エレーナ。あと4枚、ちょっと4枚遠いな、もう分かんなくなってきた。やべえ、いやー100点取りたい。回復スキル、あと 何や。あ、こういう時にスキル絞り込みで回復で調べれば分かるんじゃね。あ、思い出した、オルプター咲いてたわ、オルプター咲いてた、思い出したぞ。つまりリポーズスキル、ちょっと待って、タース、はい、こっちですよね、回復って。オッケー。でフリジア入ってたよね、あれフリジア入ってたよね。で、あと英語も2体か。あ、来たこれ、あと英語も2枚。なんだルーティーとか入ってたっけ、ルーティー入ってた気する、ルーティー入ってたよね、こいつ入ってたよね、こいつ DJ 当てられたよね。でえ、これ100点いけんじゃない、ルーティー入ってた気がする。あ、トゥランだ。オッケー、これ来たでしょ。絶対漏れなし。もう絶対漏れなし。もう自信ある。今回ガチ漏れなし。ガチで漏れなし。本当に自信ある。漏れないです、これ。絶対漏れない。そして俺は、このガブ待機を使って完封したいんだが、対面が気になる。頼む。うわ、シアンか。いや、いけんじゃない、いけんじゃない。ただ問題は俺のあの耐久を使う連動だな。そもそも俺に耐久を使う才能がないので、果たして勝ちきれるのか。ねららの引いてるの素晴らしいですね。はい、じゃあお願いします。勝ちたい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 。押し打ち、まあれか、耐久だと思われてないかも。ただコンボ俺レベル1でちゃんと運用してるんで、それの読みが正しいかどうかっていうところはあれが。よいしょ、はい、いや、いいよ、回復のバフの量えぐいぜ。どうする、押打ちの曲。シアンってさ、回復メーター入んの、アンチヒールとか。全然イメージないけど。うい、オーラの量えぐ。これコンボのオーバロの量が多いのはドライアドか。だが俺はルーティーを打つ。俺英語に来ると思うのでね、まあ、来なかったとしてもいいや、どっちでも。おい、1.9 かかんの。弁財天バケモン、弁財天バケモンだぞ。キリン、弁財天、ララノアエグいな。1.9 倍だ。これあれか、回復耐久界の、あの、プティムギミューズってこと？オッケー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 。
はい、エルフリーデー、まあ、適当に出しときますか。エルフリーデー、オーバーロー、よし、いいぞ。でこれおそらく F5 に来る。でサントどうしようかな、 C2 とかでいいかな。はい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 。さあ俺こっからの進行もほとんど覚えてません。もう適当に打ちます。確か C2 だった気がする、知らんけど。 1.9 倍、よー強っ。え、ドライアドがイシスになったんですけど、今見た、ドライアドがイシスになりました。 1.9 倍バケモンス。さあ火力が出るのか、どうやって飛ばし切るんだ。むしろねシアンがねフレブとか入ってるイメージあるから、どっちかというと耐久寄りな構成だと思うので、ってなった場合こちらが有利なのかなと思うわけですよ。シラザーズ、これどうしよう、取っていいっすか。当ててきたな、取りますか。知らんけど、割とマジで知らん、取っていいかどうかは。ま、大丈夫でしょう。うい、シーラ行くよ。おえぐ、まあ、ある程度ね、あの多少ダメージ、あな、何だ、あのオセロ取られても盤面取られても俺なんとかなると思うんで。はい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 、よいしょ、イシス引くか。まあロックとかは一回頭から抜いて考えよう。回復します。えぐ、ちょこれ回復力マジでえぐいな、飛ばされる気が全くしない、無敵要塞。取ってこい、俺のリディを取ってこい。これ取ってきたら D2 が強いと思う。戦い頼む、取れ、うげえ、取らなかった。しかも X 打たれた、これさてはうまい相手。いや待てよ、 D2 打って右上角足して F3 とかでいっか。これキリン出ちゃうかな、あーキリン出ちゃうか、まあいいでしょう。はい、一旦 D に行きまーす。と思ったけど、これさ、え、B1 とか打たれたら、あの、D3 が帰るんか。あ、でも F3 打って、ビゲスクス打たれても F1 打てる状況にするか。これ俺のペースじゃない、盤面。うい、ビナ打たれる。問題は、果たして俺が耐えきれるのかっていう心配だな。もうイシス打っちゃっていいですか。俺絶対耐えたいんだけど、絶対耐えたいからイシス打っていい、絶対耐えたいイシスいきます、絶対耐えたいイシス、はい、絶対耐えたいイシスが僕のなさ、絶対に耐えたいんです。先に出す、シアンの火力で飛ばせるのか。オーケー、よし、これで角が取れるぞ。こっからウォルプタース引くなり、フリジア打つなりなんなりで、でしかもこれでもう相手は罠駒の供給ができない。勝ったなこの試合、やっぱ耐久最強か、アンクの光。うい、よし、こっから地獄ですよ、任せてください。あ、なるほど、そこ当てて F4 に入るのが相手の狙いか。これ普通に A6 ってもいいな。ウォルプタース。A6 と。フリージャーのコンボ使っちゃうもんね。よいしょー、やばすぎ。しばかれる未来が見えない。やっぱちゃんとわらしべできたら強いね、みんな使ってるデッキ。プレプ、オッケーオッケー、もう相手これ英語しか打てない体になっちまったな。ヌイファーヌー、ほなベルトいきます。わあこれすごいな、これすごいことになってきたな。オッケー、うーん、はい、
もうこうなったらあとはもう取っていくだけなんで、特に言うことがないっていうか、特に話すことねえ。うん、どうしよう、特に本当に特に話すことない耐久の困るところだな。あと取っていくだけなんで。おい、なんかやっぱ勝てるな、耐久なんだかんだ。はいはいはい、やべえ、強いな。 1.9 倍オーラ、オーラっていうか 1.9 倍バフ。よし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 。実際どう、そうだよな、シアンのメタって俺耐久な気がするな。もうこんな場面取っときゃ絶対飛ばせないもん、シアンって耐久対面絶対飛ばせない。よーし、やったぜ。ナイスナイスナイス。はい、やっぱ耐久は試合の時間が長えな。で、シアンを使おうかなって思ったんですけど、尺的にあのだいぶきついそうな気がする。まだ伊勢屋取れるけど、俺ちょっとこの後用事あるんで明日採点ってこともあるんで短めに収めておきましょうか。はい、ちょっとポイント漏れなかったな今日は。明日頑張るか。まあでも採点来て7周年ってことでいろんなイベント来ると思うんで、それはそれでなんかいろいろ動画出そうかなって思ってますんで、あのそちらを楽しみにどうぞよろしくお願いします。採点前のシーズンマッチはボコボコにされました。まあでもやっぱ採点前ってこともあってね、今潜ってる人気合入ってるなって感じがしますね。はい、今潜ってる人強い人多いと思います。強い人と対戦したいって方はシーズンマッチやってみようね。ってことでお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。